だ。ご挨拶だな。エチオ、女房かと思ったんだ。なるほど、そういうことか。フランスのクソどもに包囲されちまって。ド・バロア男爵とかいう敵の将軍は何者だ。チェーザルのやつ、フランス王を言いくるめて俺を叩くのに軍を出させたんだ。大げさなやつだぜ。将軍はどこにいる。心配すんな。ド・バロアの首なら俺が跳ねてやるよ。勝つな俺たちだ。追ってきているようだが。これくらいならまだまだ。門は閉じろ。ちょっと手を貸してもらうとするか。バロア将軍が合図を送ってきたぞ。ボンジュール、アルビアの将軍。降伏する気になったかね。降伏勧告ならもっと近くに来いよ。この機会にフランス語を教えようか。そうすれば文明人の振りくらいはできると思うが。なら俺はお返しに本当の戦い方を教えてやる。お前の戦い方ときたらひどいもんだ。ずっとおしゃべりしていたいがそうもいかん。夜明けまでに無条件降伏することを貴殿に勧めるよ。はっ、俺の愛するビアンカが話をしたいと言ってるぜ。ではこちらのご婦人は何とおっしゃるかな。あなた思いっきりやっちゃって。このボンジュール野郎め。口の利き方に気をつけた方がいい。諦めがついたら八重地へ来たまえ。丸腰でな。フランス語を覚えた方がいいぞ。じきにイタリアの公用語になるのだから。覚えてろ、このクソタレの玉なし野郎。さらっと砦に逃げ込むだって。この腰抜けのおかめ野郎、股蔵のそいつはお飾りで、お前らは本当は女なんだろう。違うか。彼女を知らせるつもりか。アルセナールでやったようにみんなで城門を突破しよう。城門にはフランス野郎どもがうじゃうじゃいるんだぞ。なら壁をよじ登ればいい。そいつは無理だ。神さんがいれば役に立つのに。降伏するしかないか。ファンタシレアの命だけでも何とか救ってやれるといいんだがな。どうして思いつかなかったんだろう。何を言ってる。部下を弊社に呼び戻してくれ。説明する。何か思いついたようだな。退却だ。中にさえ入れれば保証を制圧することは可能だ。まあだが、それが完全な奇襲ときたらなおさら簡単だろ。まあね。
よし、フランス軍の鎧を何着かいただこう。そうすれば堂々と中に入っていける。ハッハッハ、エチオ・アウディトーレ、お前には全く脱帽だな。いいぞ。俺は鎧を調達する。鎧はこっちで回収する。俺たちは敵に警戒されないよう北から出発するぞ。それと敵を始末するときは注意しろ。鎧に血がついてたらまずいからな。安らかに眠れ。奴らの鎧を俺にも持ってこい。いや、着なくていい。何？捕虜にしたお前を俺たちが連行する。敵の将軍の目の前に。ああ、それで？俺の合図で攻撃開始だ。よし、ならさっさと着替えよう。じきに夜明けだ。隊号組め！鍵は見えてる。
外れないようにフラフラしていると計画が敵にバレてしまう。男爵はチェーザレがフランスのイタリア支配を認めると思ってる。王家の血を鼻にかけるあまりまともな判断ができなくなってるんだな。チェーザレがイタリアの玉座を手放すわけないだろう。俺は関係ない。放っといてくれよ。いい作戦だが、こういうペテンは好かんな。正面からぶつかり合い、強い者が勝つのがいい。チェーザレと男爵はお前と違う意見のようだぞ。人を欺き復讐させる、そんな騙し合いが終わる日がいつか来る。それ我々は人の真の能力を知ることになる。聞いたことがあるような。お前の親父さんの言葉だよ。任せておけ。やめておけ。おい、何をしてる。ボンジュー。イタリア軍の指揮官を男爵のもとへ連行してまいりました。捕虜として。ん、お前はどこの出身だ。モントリオール。門を開け。フランス語だ。フィレンツェにはフランス娘もいたんでな。アルビアの将軍、
ようやく観念したようだな。俺の女房を解放しろ。下賤な生まれの者が私に命令するなど無礼なことだ。俺は立派な貴族さ。貴様のようなまがい者と違って。何を言うか。高みの見物で兵を指揮して貴族ぶってるつもりか。兵隊に混じって命がけで戦ってこそ本物の貴族だ。正面からやり合わずに女をさらうだと。貴族なら貴族らしく俺の女房を解放しろ。口の減らないこの野蛮人め。屋上へ行け。女房を頼む。私は尊敬されたかった。敬意は得るもので、金で贖うものではない。確かに私は愚かだった。死が汝を他者と平等にせんこと。眠れ安らかに。もうどこへも行くな。お前がいないと俺はダメだ。まあ助けてくれたのね。エスヨの作戦のおかげさ。いやいや、考えたのはバルトロメオさ。俺が。素敵よ、愛しのあなた。そういうことにしておくか。ええ、ありがとう。